はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこちらということでですね、え、なんとですね、あの、ロシアのプーチンが放った暗殺部隊から、え、ウクライナのゼレンスキー大統領ですね、イギリスの特殊部隊、SAS がですね、なんと十数回にわたって、この,の暗殺からですね、ゼレンスキー大統領を守ったというですね、え、とんでもね、ニュースが飛び込んでまいりました。ちょっとね、かっこいい。いやいや、もちろんです。もちろんですね、あの、世界で一番盛況で、そして一番かっこいいのは、え、我らが自衛隊でございますよ。その信念は、死の信念は変わらない。変わらないんだけれども、 いや、でもちょっとイギリスの特殊部隊 SS もちょっとかっこええわな。かっこええわな。でね、これ SS っていうのはですね、よく聞くよね。あの映画なんかでも聞くし、あのー、なんだろう漫画なんかでもよく読むじゃんあ。でもね、それ以上のことを知らない人多くないあのね、俺はそう。俺もね、知らなかったんですよ。あんまり。なんかすごい人たちっていうね、あのアメリカのシーリーズとかと並んでですね、すごい人たちっていうのは知ってたんだけれども、でも SS よく知らないよね。で、今回ね、これね、あの、この文章によればですね、これプーチンの暗殺部隊からゼレンスキー大統領をですね、えー、十数回、あの、 暗殺から守ったっていうですね。この ss の仕事ぶりがですね。この文章を書かれていまして、ちょっとね。見ていきたいなと。とでこれね。ss に関してですね。めちゃめちゃわかりやすく書かれてるからこれね。あなんとなく知っていたけれども、ちゃんとした情報を知らないやという方はですね。ぜひ聞いてですね。ちょっと明日からですね。s s オタクミリオタになろうぜ。という話で、ね、ちょっと読んでいきたいなと思ってます。で、やっぱりね。これね。なんかね。このウクライナがですね。1ヶ月にも今日でちょうど1ヶ月か1ヶ月にも渡ってですね。このね、あの規模の大きなロシア軍をですね。完璧に押しとどめている。じゃないですか ですかこれってねウクライナ軍だけでできるもんんなのっていう疑問ありませんでもね、この記事を読むと、やっぱりですね、あの、アメリカのシールズであるとか、イギリスのこのね、SAS がですね、裏でですね、やっぱりこう、ウクライナ軍支えてるみたいなんですよ。うん。で、そういうですね、あんまり、日本のマスコミでは報道されない内容もね、混じっているので、えぜひですね、見てください。あ、で然、ね、シールズってってもですね、アメリカのシールズと、え日本のシールズはえ、全然違いますからね。ね、アメリカのシールズはですねえ、ゴリゴリの特殊部隊でございます。で、日本のシールズは、えゴリゴリのオパヨの集団でございます。えお のオパヨ集団でございますから、そこはね間違えちゃダメですよ。間違えちゃダメよ。はい、ということでですね。はい、イギリスのですね特殊空挺部隊 SAS ちょっと見ていきましょう。本当ね、あのね、かっこいいんだ。いや自衛隊が一番だよ。なんか見メリカ自衛隊が一番なんだけど、イギリスの ss もかっこいいぞ。行きます。え、すでに十数回大統領暗殺を阻止プーチンをイラつかせる。イギリス特殊部隊 ss a の仕事っぷりという話です。はいゼレンスキー大統領の生死は戦争の行方を左右するまあそうなんだよねえ。だからこそですね。アメリカはゼレンスキーを亡命した方がいいんじゃないのかということをですね。 したりとかしていたわけなんだよねまあこれをですねゼレンスキーさんはですねいや我々は私はウクライナの中で国民とともに戦うということでですねとどまりましたよねこういうところが妙にかっこいいんだよなゼレンスキーなぁまあいや行きますね、えー、なぜロシア軍はウクライナの省略に苦戦しているのか在、えー、英ジャーナリストの木村さんは情報戦を支える、えー、イギリスとアメリカの存在が大きいイギリスのですね特殊空挺部隊 sas もですね陰でウクライナ軍を支えていてすで、えー、にですねゼレンスキー大統領の暗殺は十数回阻止されている その役割は大きいと見られるが、決して表には出てこないという、まあ、この状況で表には出てこれないわな、うんえー、ウクライナを救い続けるイギリスの特殊部隊、SAS とは一体何なのか、これね、SAS って読む方もいらっしゃるみたいなんだけれども、えー、正式には SAS が正解です、SAS だとですね、た、えー、多分ねあの、えー、省略しすぎだと思いますので、えー、正しくは SAS です。はい え、ロシアによるですね、ウクライナ侵攻が未だ収束の兆しを見せない中、イギリスの大衆紙によるとウクナ、ウクライナのですねウ、ウォディミル・ゼレンスキー大統領は、強力な傍聴網により十数回の暗殺計画を生き延びて、複数の工作員を殺害したと、すごいな、というと、すでに報じられているように、数だけで見ればウクライナ軍に対してロシア軍の規模は圧倒的であると、にもかかわらず首都キエフはですね、未だ陥落せず、むしろロシア軍の侵攻を跳ねのけていると、ね、昨日 ああありりまましししたたたよねねねの首都キエフからです、ね、ロシア軍がが後退したなんんていう話もそのウクライナ軍を支えているとされるのが、えイギリスの特殊空挺部隊 SAS であると。SAS はですね、要請さえあればすぐにゼレンスキー大統領を救出できるように、70人がアメリカ海軍特殊部隊、えネイビーシールズですね。ネイビーシールズの150人とともに、バルト三国の一つ、リトアニアの壁地にあるですねえ、軍事基地で夜間訓練を重ね、スタンバイしているという、なるほどね、かっこいいな。えその SAS とはですね、一体何者なの ゼレンスキー氏と連日のように電話で連絡を取る、えー、ボリス・ジョンソン、イギリス首相の、えー、マックス・ブレイン報道官は16日、筆者の質問に、SS についてはお答えできないとだけ語ったと。まあ、基本的に秘密の舞台なのね。であるならばですね、その訓練している場所とか言わないでほしいんだけど、まあ、いや、この,この辺はまあご愛嬌かな。はい、えー。特殊任務のですね、実態については、やぶの中と。はい。SS は <coughs>、ただ訓練を重ねているだけではない。えー、ロシア軍侵攻前に、100人以上の SS 隊員などが、ウクライナに送り込まれ、軍事顧問として同国の の特殊部隊に対空戦車ミサイルの使い方や狙撃破壊工作などの訓練を施していると報じられました。暗殺防止策も含まれているのは想像に難くないえ。関与しているのは現役部隊だけにはとどまりません。イラクやアフガニスタンで戦った SS の退役軍人によるえ精鋭チーム十数人もですねえ。ヨーロッパ諸国の資金で民間軍事会社に雇われウクライナに入りしたとされます。はい。えさらにですね十数人が現地に向かったというと。だからもう現役に極めて近いですね退役軍人のえ退役部隊の 方々がです、ね、実際ににはです、ね、こう傭兵としててウ、ね、ウククラライイナナ入っているんだだよねから軍世界各国のですね、あの特殊部隊の退役軍人なんかが集まっている、もうね、あの世界最強の特殊部隊みたいなのが、おそらくウクライナの中に出来上がってるね、これね。はい。え13日にはですね、ウクライナ軍がえ、外国人義勇兵の訓練に使用しているとえ使用しているえ、ポーランド国境近くのですね、ヤー・ウォーリウ軍事基地がロシア軍の攻撃を受け、少なくとも35人が死亡、うち 人はですね元イギリス軍兵士だと、イギリス紙のデイリー・テレグラフは伝えました。やっぱりあの当時、僕が、ね、動画にもしたですねあのポーランド地域あのリビウかな、コーヒー飲むね、うん、リビウ近くの軍事基地をですねあのロシア軍が攻撃をしたとで、ここには間違いなく西側諸国の人間もいるはずだと言ってたんだけど、やっぱりロあのイギリスのですね兵士の方もいらっしゃったみたいです、ね、でですすねね、えー、これについてもですね。 ブレイン報道官は、イギリス政府は確認をしていないと口を固く閉ざした。まあ、これ、確認できてしまうとですね、まあ、あの、この戦争にですね、イギリスが関与したという形で後でロシアがわーわー言い出しますからね、ここはやっぱり秘密にしないといけないんだろうな。はい、SS の特殊任務については、情報公開が求められる時代になっても、依然として厚いベールに覆われている。当たり前ですね。えー、表沙汰になるとですね、外交問題や自国を巻き込んだ戦争に発展する恐れがあるからだ。全てがやぶ、やぶの中であると。はい。そしてですね、あの、キエフに潜伏する400人の え、傭兵暗殺部隊でこれはですね、プーチンが送り込んできた暗殺部隊,部隊だと思います。はい。アメリカのですね、バイデン政権は、ロシア軍の侵攻前、ロシア軍は殺害、または収容所送りにする、ウクライナ人リストを作成しているとの信頼できる情報があると、えミシェル・バチェレ、国連人権高等弁務官に伝えましたえ。ゼレンスキー氏はですね、私はロシアの一番のターゲットで、家族は二番目だと公言をすると、これはですね、大きなニュースになってましたよねえ。ロシアのですね、ウラジミール・プーチン大統領は、大軍でウクライナに攻め入れば、 ゼレンスキー政権は瓦解し、キエフ市民に歓喜の声で迎えられると信じていました。これはですね、あの、プーチンのですね、あの、部下のですね、大臣たちがですね、え、プーチンのご機嫌を取るためにですね、こういう嘘をついていたと。で、この嘘をですね、信じちゃってプーチンが、え、今回の戦争を起こしてしまったっていうのがありますよね、はい。でですね、えー、もしかし、元コメディアンのゼレンスキー氏は、オンラインで感動的な演説を繰り返して世界中を味方につけ、悪役プーチン氏を孤立させました。ゼレンスキー氏は、 え、プーチン氏にとって、今や、不具大抵の敵であると。ね。え、プーチン氏最大の目標は、ゼレンスキー氏を取り除き、え、進路派の外来政権を、キエフに樹立をすることであると。イギリスのタイムズによると、え、ロシア民間軍事会社、ワグナーグループの傭兵や、え、チェチェン共和国の特殊部隊が、ウクライナに送り込まれたが、ロシア情報機関の連邦保安局内のですね、え、反戦グループ、つまりね、ロシアの国内に、え、今回の戦争には反対だ。今回の戦争でもし、ゼレンスキー大統領が亡くなろうもんであればですね、え、ロシアはもうロシア 壊れてしまうくらいのですね。経済制裁をですね、世界中から受けるということとですね。危惧している反戦グループが、ロシアの中にあるんですよ。ね、このロシアの反戦グループがですね。ウクライナに対して、ロシアの情報を送りまくっているっていう話、ありますよね。これ、多分、本当なんだよね、はい。ウクライナ側に通報して、暗殺計画はいずれも未遂に終わったとされる。ワグナーグループの傭兵は、2ヶ月近く、ゼレンスキー氏の暗殺と政権転覆を企て、ウクライナに潜伏をしています。彼らはですね、キエフだけで400人が潜伏されて,しているとされ。20 24人の重要人物これはゼレンスキーさんも含めてねを追跡しているという、えー、ウクライナ侵攻の隙をついて暗殺を実行、えー、特務終了、えー、特殊任務終了後はですねロシア特殊部隊スペツナズと合流しキエフから脱出する手発でしたしかしこのスペツナズこれ全滅したってことがもう報道されてますよねちょっとコーヒー飲みます <laughs> ゼレンスキー大統領の生死が戦争の行方を左右する。またあのイギリス紙のですね、タイムズによると、ロシア連邦を構成するチェチェン共和国のえラムザン・カデロフ大統領の特殊部隊も、ゼレンスキー氏に近づく前に排除されたと報じられています。 これは、あの、前、動画にしたね。はい。ロシア軍はですね、ウクライナ軍の後方を取るために、主要都市にヘリで空挺部隊を展開させるが、そのヘリがですね、そもそも撃墜をされてしまうなど、死傷者が多数出ている模様であると。はい。ロシア連邦国家親衛隊も、キエフに、えー、成功に送り込まれてですね、紫外線に備えていると。え、ロシア軍にとって最大の目標は、ゼレンスキー氏を生け捕りにするか、殺害してしまうかだと。え、祖国防衛の戦闘に立つ指導者を失えば、ウクライナ軍や義勇兵の士気は落ちます。アメリカから、キエフを 離れて安全な場所に移動した方がいいとアドバイスをされたゼレンスキー氏は必要なのは逃げるための乗り物ではなくて弾薬であると一周者とされますはいえ。ロシア軍のですね進行が始まったばかりの2月の25日と26日にはですね大統領府などキエフ中心部から SNS に投稿していたザゼレンスキー氏だがその後はですね場所が特定されないように注意を払っていますアメリカ政府はですねゼレンスキー氏に安全な衛星電話を提供し連絡を取り合っていますえゼレンスキー氏のですね生死が戦争の行方を左右すると言っても過言ではない ない状況になってきてるんだろうね。えこのあたりはね本当ゼレンスキーっていうのは天才的に上手かったよね。でこっからがですね SAS のですね詳細についてですよ。はい、えー、体力決断力知性が求められるエリート部隊。えゼレンスキー氏からですね要請があればすぐに救出に動けるように訓練を始めたのが第二次世界大戦中北アフリカ戦線をですね後方から隔離するために創設をされたイギリスの SAS と国際テロ組織アルカイダ最高指導者ウサマビンダリンビンラニン容疑者を潜伏先のパキスタンで殺害をしたネイ アメリカの部隊だね。ネイビーシールズであるとえ。両者ともですね、軍の精鋭を集めたエリート中のエリート部隊であるとえ。特殊部隊の元祖とも言えるイギリスのですね、サスの、<coughs> 刺すって言っちゃダメだ。SAS のですね、選抜試験というのはえ、極めて厳しいと。主に陸軍と海兵隊からの応募者はえ、極限の肉体的、心理的試験に合格しなければならない。合格をするのはごく一握りだ。イギリスのですね、ウェールズのえブレコンビーコンえ、ブレコンビーコンズレン座における5回の時間制限付きの行軍、装備を身につけたままのえ水泳、ジャングルでのサバイバルコース、そしてえ捕獲回避や尋問への抵抗に関する試験が含まれます。え決断力、持久力、適応力、持久適応

陸軍のですね。士官だったデイヴィッドスターリングはドイツ軍の空挺部隊を見て、敵の後方に高度な訓練を受けた少数の精鋭部隊を落下させれば、ドイツ軍の航空戦力を破壊できると思いつきました。え、スターリングはですね。優等生タイプではなく、長身で態度だったことからえ、強大な怠け者と呼ばれていました。え、ベレストへのですね。初登頂や芸術家になることを夢見る。無双家でした。はいえ、大事に。世界大戦で戦闘機や爆撃機戦。車など工業力が勝敗を分ける傾向が一層強まる中。中スターリングは？ に抜いた強靭な肉体と不屈の魂を兼ね備えた少数部隊による後方拡乱こそが戦況を変えると信じて疑わなかったこれはね正しかったんだよね最終的にはねはいスターリングはですね試しに自ら輸送機からパラシュートで落下をした際え傘のセルが破れえ着地の衝撃でえ両足を痛めました療養中にですねドイツアフリカ軍団の後方の砂漠が無防備になっていることに気がつき後方からドイツ軍の航空戦力を破壊する作戦を立案しましたえカイロのですね中東総司令部首脳に直訴して。 ss の結成を許されます。後方拡乱をですね、遂行するための、えー、するたするために、自分の判断で動ける一匹狼の兵士が集められました。短期間で過酷な訓練が行われ、負傷者は続出。えー、しかしですね、あの、初出撃、初出撃となった同年の11月、えー、最大級の暴風雨に襲われ、55人のうち生還できたのは21人。作戦は大失敗に終わったそうです。しかし、向かいのトラックが合流地点まで無事往復できたことから、地上から相手の後方に回る作戦に、えー、切り替えたそうです。 そしてどうなったのかな スローガンは挑戦する者だけが勝利、をする。SS はですね、アメリカ製小型四,四輪駆動車、ジープでですね、砂漠を駆け巡り、ドイツ軍の航空機を次々と爆破します。ドイツ軍はですね、砂漠から敵が現れるとは想像、想像していなかったのだ。大胆不敵に出没をしたスターリングは、43年1月敵に捕らえられてしまうが、それまでにですね、地上で250機以上の敵機、そして数百台の車両、大量の貯蔵物資をですね、破壊しました。イギリス軍の のですね、指揮官、バーナード、えー、モンゴメリーあ、モントゴメリー、えー、陸軍元帥はスターリングを、この野郎はかなり、かなり、かなりイカれている。しかし戦争はしばしば、そんなイカれた野郎を必要とするのだ、と荒っぽい言葉で賞賛をしました、えー。スターリングのですね、独創的な発想と、不屈の行動力は、対戦の流れを変えたんだす、と。あ、変えたんです、と。はい。えー、SS のですね、スローガンは、挑戦する者だけが勝利をするんだと。えー、対戦が終わると一旦解散されたが、冷戦が始まるとすぐに復活しました。えー、マレア、現在のマ マレーシアですね。マレーシア危機、オマーンでの反乱、ボルネオ作戦に従軍したほか、北アイルランド紛争では、アイルランド共和軍のテロリスト壊滅作戦を展開します。しかし、秘密任務のため、s a s の存在が表に出ることはなかったそうです。ちょっとコーヒー飲みます。 あ、そしてこ、あ、これ俺知ってるわ。これは、これは俺も知ってるわ。あ、SS の名前を世界に轟かせた、イラン大使館選挙事件。はい。SS の名前を世界中に轟かせたのは、1988年に、ロンドンで起きた、えー、中英イラク大使館選挙事件であると。イランの囚人解放と、自分たちの出国を求める6人のイラン人武装グループが、26人を人質にとって大使館に立てこもりました。えー、武装グループはですね、人質5人を解放したものの、えー、6日目に1人を殺害しました、えー。このためにですね、SS がですね、 屋上から降下して窓から突入、えー、武装集団6人のうち5人を殺害しました。 で、え、作戦でですね、人質一人が犠牲になったが、残り全員が、無事に解放されました。この様子はですね、世界中にテレビ中継されました。82年のフォークランド紛争など、SAS はイギリスが関与をした、ほとんどの戦争や紛争に派遣されています。え、九9 6年から97年の在ペルー日本大使館皇帝選挙事件でも、え、イギリス軍、イギリスのですね、SAS の6人が、ペルー当局にアドバイスをするために現地に飛んでいます。SS、SAS はですね、空挺部隊だけではなく、選艇部隊、 え、偵察部隊、信号部隊の4チームからなるそうです。え、一気当選の精鋭が集められ、どんな状況でも隠密のですね、監視、偵察、え人質の救出、潜入捜査、えテロ、反乱対策の特殊任務を遂行できるように、想像絶する厳しい訓練が重ねています。え、そしてですねえ、常に5歳児並みの装備、常に重いということね、重いっていことね、5歳児並みの装備を担いで、排泄物すら残さない。はい。SS のですね、下級隊員は、他の部隊の上級隊員に匹敵するほど高い能力を有している。 4週間補給なしで行動できるように3歳から5歳児と同じ重量の装備を担いで行動しています。敵に見つからないように砂漠やジャングルなど状況に合わせて体をカムフラージュし排泄物も回収して現場に残しません。えフォークランド紛争では砂糖とミルクを混ぜた粉末を水で溶かして最後の7日間上をしのぎました。語学や射撃サイバー、サバイバル能力に長けている。え中英イラン大使館え、選挙事件当時 SS の司令官だったピーター・ドゥ・ラ・ビリエール氏はですねえジャングル や砂砂,砂漠え、ロンドンでの対セロー作戦はえ体力的にもタフであることが求められる。全員が非常に厳しい試験に合格をした強者である,強者であると。はいえ、決然とですね、決然としてえ自分の意思を持った人物でなければなりません。何か魔法があると伝えられるが、そんなことはない。非常に苦しい訓練の賜物であると語っておられます。はい、え戦闘に長けだ。人情味あふれる鬼軍曹。なんかなんかちょ,ちょっとここちょっと面白かったんだ。一見するとですね、アメリカアクション映画のランボーそのままの戦闘マシーンのイメージ。 最近ではですね、え、イギリスメディアに登場する元サス隊員も増えた、元 SNS の隊員も増えてきました。過酷な訓練と任務に耐えてきただけに、え、なんかね、人情味に溢れる鬼軍曹のイメージを漂わせる元隊員もいると。で、シエラネ・レオネでですね、人質救世作演に加わったフィル・キャンピオン氏はですね、え、著者で、著者がベストセラーになりまして、退役軍事のための事前活動に取り組んでいます。え、ウクライナへの救援物資を送る作業を手伝った、え、キャンピオン氏はですね、SNS で前線の兵士に渡す食料で あろうと道端の老人に渡す毛布であろうと、どんな小さなものでも助けになると、あなた一人じゃない、イギリスの私たちもあなたのことを心配していると、メッセージを送ることができると、より多くの人に寄付するように呼びかけていると、ちょっとコーヒー飲みますね。 はい。しかしですね、え、イギリスの若者が、ウクライナでの戦闘に参加をすることについては、戦場は、え、地雷ら、のようなもので、様々な問題を引き起こす恐れがあると。ね。え、だからですね、ウクライナに行って戦うことは進めないと、え、警告を発しておられます。え、それでもですね、現地に行くのであれば、間違ってもフォロワーを増やそうと、SNS で、SNS で発信するようなバカな真似はしないように釘を刺しました。なんか日本人こういうことし人で怖いよ。なんか、あれは慶応の大学生が行ってなかったっけ ね、慶応の大学生がなんかウクライナに入ってですね、なんかこんな時期にウクライナに行く方がバカだろうとか言われながらですね、助けてって SNS でなんか叫んでましたね、うん。ああいうバカな真似はしないようにってことですね。はい。え、ロシア軍に居場所を教えることになるからだ。え、キャピオン氏は、え、恐怖の捕虜収容所に放り込まれたり、人質としてのビデオカメラの前に立たされたりする恐れがあるんだとね。あのね、えっ、ー、と、こういうね、義勇兵っていうのは、えっ、ー、と、国際法が適用されないから、捕虜になってしまうとめちゃめちゃ苛烈な、えー、制裁を受ける可能性がありますから、えー、その辺をね、気をつけようね。まず まあ、行く人はいないと思うけどね、今からはね。はい。えー、でですね、なぜウクライナに行きたいのか、その主な理由を明確にすることだ。本当に重要な理由がない場、ない限りですね、ウクライナに行ってかか戦わない方がいいよとアドバイスをしているというような記事でございましたね。SS、ちょっと面白かったっしょ。あ、ちょっとコーヒー飲んでいいですか。 はい。ということでですね、ここまでですね、SS に関して、え詳細な記事を読んだのは僕初めてだったんで、ちょっとかっこいいなと思いました。もちろん何回も言いますけれどもえ、世界で一番かっこいいのは自衛隊でございます。しかしですね、あの、プーチンが放ったですね、暗殺部隊400人からですね、え十数回、ゼレンスキーを守り抜いた SS とアメリカのシールズ。こいつらもまあまあかっこいいな。こんな奴らがやっぱり背後にいるからウクライナ軍は強いんですね。ということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。